ピーマ TV、YouTube、そしてパチンコパチスロ大好きな皆さん、こんばんは、平天くんです。えいえい。今回は埼玉県草加市にありますドック草加店さんに来てます。えい。何も言うことはない。うん。とにかく当てろ、俺。1000万いっちゃいましたね、マイナス。いやー、もうね、言い訳はせずに、ひたすら貪欲にね、勝利を目指していきますんで、早速店内に行ってみたいと思います。喉ガラガラ、入店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 、やってきました、ドック草加店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。その前に消毒、そしてあれ、あ、もうね、消毒すればいいよってことですね。はい、じゃあ入店入店。あー、いらっしゃいますね、常連さんが。まあね、後で紹介するとして、じゃあスロット見ていきましょう。なんだっけ、ここ押すんだっけ。あ、これか。うん、わかんない、打ってないから。あれ、今日なんかね、急に夕方から雨予報で、で風もなんかねすごくて、それであれかな、今日は皆さんちょっと早めにお帰りになったんですかね。ノーコメントで、打ったことないんで。じゃあ行きましょう、ジャグラコーナー。ああ、でもやっぱ夕方までは稼働してたのかな。32の19 121分の1、ちょっとレギュラーが300超えてるぐらい。50回ボーナス引くってことはね、一応そこそこ、まあ、ああ112分の1、レギュラーちょっと弱いかな。これも300超えてますね、レギュラー確率は。これがレギュラー先行なんですけど、ビッグが400近く。どうでしょう、まあ、まだお時間あるんでね、一回ぐるっと回りましょう。お、ついにドクさんスマスロー入れてますよ。北斗入っております。3787枚、なるほど。ちょっと今ね、板が入ってますけど、近日ゴブリンスレイヤーが入るとね。お、北斗の剣7800枚、やってますね、ドクさん。打つ今から。ちょっと今打ってるお客さんも7000枚です。マジか、すごいね、いきなり出しすぎじゃないですか。はい、ドクさんといえばこちらね、金富士、はい、33回、こちら44回、はい、32回、こちら35回、今打ってるお客さんは28回ぐらいだったかな。それにしてもすごいね、スマスローのホークと7000枚が2台もありましたよ。あー、やめないな。うん、アイムもレギュラー選考だけど、まあちょっとね、合算が悪い。うん、ハッピーも合算のいい台はない。うん、ファンキーは一応当たってはいるんですけどね、レギュラーがやっぱ弱い。うん、これになっちゃうかな。32の19、割ることの19と325分の1、どうなんだろう。325でしょ、ちょっと引っかかるな、合算がいいとはいえ。あ、ビッグは引けてるっていうのもあるけどな。あ、取られそう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 です、取られそうです、取られました。まさかのこの時間から。あ、やめそうだな、一人やめそうですよ。ちょっと待ってくださいね、すいませんね。じゃあなんか見てるふりしようか。いや、すごいよね、北斗ね。他なんか見落とし、あ、3000枚っていう台もあんね、あれも北斗だ。3000枚ここにさっき紹介したでしょ、こっちにも3000枚あったわ、ほら、これも北斗、すごいね。え、北斗全部出てんの、もしかして。123、あ、これ1800枚か、すごいね。125台中4台出てる。3000枚オーバーが2台の7000枚オーバーが2台。9の6か、これにしようかな。試行回数全然少ないんですけど、俺が一応9の6で、一応合算120分の1なんですよね。
まあ全然これから崩れる可能性も十分あるんですけど、はい、ということで、まあもしかしたら移動するかもしれないんですけど、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回平天くんが選んだ台は北西さんのマイジャグラー5でございまーす。お時間があと17分、おさわりパッチャンス。おい、残念。すいませんね、ちょっとね今日喉の調子が悪くて、決してあれではないんですけど家具をね買い替えたんですよ。その時に掃除してて、あーやべえマスクするの忘れたと思って、意外とねこうホコリが回ってて、あーマスクしようかなと思ったんだけど、まあもういいやめんどくせえからと思ったら喉やられました俺の体弱え。さあさあさあ、やめたな、どうしようかな、やめよったな、あっちの方がいいかな、ただなレギュラーがちょっとな引っかかるんだよな。お前がペッカペカ光ってくれたらいいんだよ。いやいいっすね北斗ね、出るんだ7000枚。あ、北電子の台を打ちながらこういうこと言うのもあれかまあいいか。あの頃の俺はねよくね朝釣りに行って、河口湖とか釣りって朝早いんですよ。もう日が昇る前ぐらいからやるんですよね。日が昇って結構やるともう5、6時間やったんじゃないかなと思うと、時計見ると8時9時とかなんですよね。まあまあ楽しんだしもういいかなっつって帰るんですよね。で帰るとね昼過ぎぐらいに着くんですよ。よくね初代北斗、あとは吉宗打ってましたね。だからそれがお決まりパターンだったな。朝釣りや休日の過ごし方は朝早く行って追加投資、釣りをして初代北斗吉宗4号機ですよねを打つっていう休日の過ごし方がもう定番だった。うん、もう早く打ちたいって時はもう山梨で打ってましたけど、基本的にやっぱ道路混むの嫌だから、おお光った、やりました。基本的にあの嫌だから帰ってましたね。やりました、投資2本。おねしゃす、おねしゃす、おねしゃす。あー蹴らんだねー。あーいいんじゃない、まだいいよ。116分の1、まだわかんないよ。9の7、いやー十分十分、まだまだワンチャンこの台可能性はある。それに俺の引きで光るってことはいい台の可能性がある。うん、はい、じゃあ行きましょう。イチゲームでチェンジします。へいへいへい今回勝手に撮影しちゃったこちらドック総加点参戦でをちょっとだけスマスロやってます。いやーすごいですね、北斗5台中4台出てるっていうね。3000枚7000枚みたいな、すごいですね。で、ちょっと間なんかパネル入ってましたけど、まあ近日中に多分、来月来る頃には導入されてるのかな、わかんないですけど、またねスマスロも増大されて、はい、スマスロにも力入れてきますんでね、ぜひねこちらのドック総加点さんに遊びに来てあってください。新台も入ってるよ。ということで平天くん速攻当たったんですけどね、化けなんだねということなんですけど、まだまだお時間ありますから、もう1回2回3回光っちゃうかもよ、ご覧ください。あ、だから20年前か、20年ちょい前だね。うん、もう一回あの頃から人生をやり直したいですねもうちょっと真剣にスロットをちゃんと勉強して、あの頃設定とか気にしてなかったからな、もうだからやっぱ負けてましたね、うん、養分でした養分。今も養分だけど、もっと養分だった。さあさあさあ、もう一度行こうよ。いや、もう一度に、あと2回ぐらい行こう。いや、3回行こうよ。4ペカ4ペカ。ね。あ、そうだ。ドクさんといえば、このヘッドセット。前の撮影で誰がつけてたんですか？クイズ。クイズかどうかわかんないけど。誰つけたんですか？ジャンバリですか？ちょっと待って。女性ですよね。あのね、ちょっとね、幅が小さいんで女性だと思うんですよ。やっぱ分かんないや、誰？
あー、五十嵐さんね。なるほど。勝った、カバネリで。え、あー、じゃあ勝ったんだね。じゃあいいや。引きはちょっと溜まってないね。己の力で引くしかねえよ。また負けちゃうんですか。ちょっとお願いしますよ。頼むって。よいしょ。あとなんかあったかな。あー、ちょっとね、車がね怪しい。車検通したばっかなんだけどな。せめてあと1年頑張ってくんねえかな。車検通したばっかで買い替えるのはちょっとねもったいない、うん、もうちょっと踏ん張ってくんねえかなって思ってるぐらいかな。あとなんかあったかな。宝くじ、あのロト7が1300円当たったぐらいかな。僕あのジャパンネットバンクで買ってるんで、あのペイペイ銀行か今で、ペイペイ銀行から出ましたみたいなのが出てて、やべえ俺じゃんと思って。なんかとんでもない数字がこう出てくるのかなと思ったら全然変わってなかった。むしろ入ってないんじゃないのみたいな。さあ1300円増えてた。ジャグレン終わってた。ああなくなった。あ、やべえ、あと3分気づいたら4分か。追加投資やべえ。今日も負けんのマジでやばいね。どうすればいいの俺。そんな変な立ち回りはしてないと思うんだけどな。引きだね、そうなると。いかれ、ゴゴランゴゴランゴゴランプ、ゴゴランゴゴランゴゴランプ、ペカ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 、ギリギリ光れば大丈夫、向こうが光った俺光ってな。あ、そうそうそう、この間ね、まあツイッターでもつぶやいたんですけど、スマスロ打ちましたよ僕も。ついに勝ちましたよ、うん、だから北斗もねちょっとね打ちたいですね。あー粘る、光っちゃえ。あー、もういつだってもおかしくない、やばい。あーあぴったり、投資3本ワンチャンあるで。どっこ優しいから大丈夫だぜ。頼む、どっこ優しいから、引かれば大丈夫。はい、あー残念。2枚、100枚ぐらいならないですかね。2枚です。はい、どうもです。はい、ということでどうやっても2枚無念。はい、実戦終了、実戦終了、無念無念。はい、ということで今回こちら、ドック総合店さんで実践した騎士は北谷さんのマイジャグラー5を打ちまして投資が3本150枚、獲得枚数、いや使い切れなかったコインが2枚ということでマイナス148枚です。無念。光ったんですけどね、負けたんだねということで負けてしまいました。最後のチェリーでね光ってくれればよかったんですけど当たりませんでした。勝ちたい。はい、ということで、いやーまずいな、勝てねえな、なんだろうな、ほんとビッグ引けねえな。当たるんすけどね、ビッグが引けない。はい、ということで、まあこういう時もあればビッグに偏ることがあると信じてね頑張っていきますので、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回はビッグでお願いします。えいえい。